売りを何色か置かれる感じ。カンボではまずベルモンの感じです。ここは何年ぐらいされてるんですか？15年です、ここの場所。はい、祇園町で4、5年して約20年です。おお、祇園町でもされてたんですね。はい、うーん、昼夜やってますので。はい、そしてお店を始められたんですか？です、私が韓国にずっと行ってたんです、うん、別な仕事で、はい、100回ぐらい行きました。100回多いですね。はい、それで料理を覚えまして、はい、ここで始めました。一番の売りとか本場の味ですね。全てが韓国の味ですね。間違いなく自分で食べてきしてますね。はい、よろしくお願いします。お願いします。一品だけ取らないですか？うん、分かってますよ。アングリー飽きてるところも美味しそうに見えるけど、美味しそう。お商品に行くとか美味しくなさそうに見えるからね。いや動画だから。あ、そうか。あ、動画。すいません。今すいません。切る、切った方がいいですかね。大丈夫大丈夫。いただきまーす。口に入れていいですかね。食べるんだ。いただきまーす。おいしそう。すごいシャキシャキの音がする。すごいシャキシャキですこれ。美味しいですよ、これ。熱々ですか？はい、熱々ですね。キムチも、そうですね、辛さと、うん、中のあのコクも甘みもあってですね。まあ、白菜をいただいてるんですけど、はい、すごく美味しいです。で、この豆腐、あと何が入ってるんですかね。お肉、豚肉とか入ってますね。はい、豚肉が入ってるので、この卵と白菜の甘みが出て、よくブレンドされて甘く美味しいです。ちょっとお肉見てみましょうか。はい、いただきます。うん、美味しい。美味しいですね。うん、美味しいです。絶対辛いのが大好きなので、お肉とですね、辛いのがこうお口の中で広がって、心も体もポカポカしてきました。味が美味しいです。チヂミで見ます。チヂミ、あ、なんだかこうもちもちしてそうですね。ちょっとこれ、チヂミのタレですね。ニラも入ってます。どんな味でしょうか。食べてみます。なんかもちもちしてですね、美味しいです。あの、何ですかね、本当にお餅みたいな感じです。中が、あの、これは何が入ってるんですかね。お野菜、ピーマンですかね、赤ピーマンにニラ、はい、入ってます。もちもちです。食べてきます。はい、今度はこのきゅうりとキムチ、きゅうりキムチ食べてみます。うん、サクサクです。うん、これっておつまみとかですね、ビールのつまみめっちゃ合います。うん、辛さがちょっとピリ辛なんですけど、
中にごまが入ってて、はい、これ何でしょうかね、白菜って言ったんですかね、何だろう、これと一緒に食べるとですね、ごまの香りがふわーっと鼻から抜けてとても美味しいですね、香ばしい感じです。ぜひ食べてみてくださいね。女性に今大人気ですよね。これはもうお野菜がたくさんふんだんに入ってます。ピーマンとか玉ねぎ、そして人参さんですね、私が大好きな人参さんが入ってます。豚肉とそしてこのチャプチェを一緒にちょっと食べてみます。いただきます。美味しいです、すごく、うん、これがですね柔らかくて春雨にちょっと似てるんですけど、これがあの柔らかくて弾力があるんですよ。初めての食感でいう感じです。あのお家で時々作ったりしますけど、麺がですねちょっとあのこんな弾力がないです。すごくおもちもちしてます。絡ませて食べると美味しいかもしれません。弾力があるので豚肉と、はい、一回もう一回食べてみたいなっていう味なので食べてみます。うん、これは女性にすごく人気だと思います。食べやすくてさっぱりしてます。栄養バランスもバッチリだし、美容に美容効果もたくさんありますよ。食べに来てね。こんな上品な感じで、うん、もうちょい暑いかなこれ。大丈夫大丈夫かな。はい、何のスープで言いますか。わかめだっけ。わかめですね。わかめスープです。あったかいスープを飲みます。すごくコクがある。わかめだけじゃなくてですね、ネギも入ってますけど、中がスープの出汁が、何の出汁でしょうかね、すごくまろやかでいろんな出汁でできているようで、奥が深い味です。あったまります。これあの冬とか今寒いですよね。今からの時期冬になってきますので、こういったのうちの料理とかこれ合いますね。体がすごく温まってきました。はい、皆さんこんにちは。セジョンテイでは、お食事をされた皆さんにこういった韓国の衣装が用意されています。食事をされた方は、コロナ禍から、まあ、一着着ていただくのが可能です。そしてあの写真